道北の天人峡温泉で景観を損ねると問題になっているホテルだった建物について地元の東川町が今年中に解体工事に着手する見通しを示しました。風光明媚な地形や温泉で名高い天人峡、ここで休業や破産した2軒のホテルが廃墟となり残っていて景観を損ねています。道や地元自治体などが集まった今日の会合では、東川町の菊池新町長が廃ホテルの解体撤去に向け具体的な見通しを示しました。事業主体が東川町ということですので、撤去については計画的にはですね、今年度中に、着手できるようにと。事業費は十数億円を見込んでいて、早ければ今年中にも解体工事に着手する見通しです。また会合では、東川町が廃ホテルの跡地を含む周辺の用地を国から取得し、景観を生かした公園や周遊路なども整備する方針も表明しました。